扉を電子ロックするプログラムが何者かに改ざんされて開けられないよう細工された可能性があります。外部との連絡を遮断して中にいる人間全員を餓死させようとしたのかもしれません。防衛軍のデータベースを検索中、問題の扉の ID と開閉プログラムを見つけました。お待ちください、プログラムを書き直しています。完了。ソルジャーのマリは不死身だと噂されてる女だ。仲間との約束でこのリブロドームの本を化け物どもから守ってたけど、もう無理みたいだ。多分あの穴の奥に親玉か何かがいるはず。そいつを倒せばこの際限ない戦いにケリをつけられるかもしれないが、あいつらマジでキリがない。我々が感知することができた生存者の反応は以上です。この女性が最後の生存者かもしれません。あとは彼女をサポートして生存者としての協力を仰ぐか、危険度と生存確率を考慮して慎重にご判断お願いします。
強力なエネルギー反応を確認。ウォンテッドモンスターと思われます。気をつけて。そしてあんたたち、親玉を見つけて。じゃあもう、あの虫みたいなロボットの群れを。ああ、そういうことだ。死んでいった仲間たちに約束させられちまってね。だからずっとあの機械の虫を殺し続けなきゃ。それがたった今終わったんだ。ありがとう。感謝のキスなんかじゃとても足りないわね。では早急にリブロドームの蔵書を確認させていただきたいのですが、もし何か極めて貴重な書物があればスキャンなどさせていただければと。案内するわ。ついてきて。本が所蔵されているのはこの下のフロアよ。
もう一つだけ頼みたいことがあるんだが、この図書館にある本を、あんたたちの基地、あそこなら他のどの場所よりも確実にこの貴重な書物を守れるだろう。この場所はもう敵に察知されてる。今回はあんたたちのおかげで親玉を倒すことができたけど、ここを守るために死んでいった。仲間たちのためにも頼む。あの千冊だけでいい。アイアンベースで保管してくれ。すごく大事な本なんでしょ。断る理と、トニーが賛成ならオイラも賛成。図書館を死守してくれた人々に敬意を表して、その他にもざっと見ただけで数百冊、失われるべきでない書物がありそうです。私は本を護衛してアイアンベースに向かう。しばしお別れだ。さらば戦友たち、どうか安らかに眠ってくれ。アイアンベースは軍の最高機密の施設だから、部外者は立ち入り禁止。昔ここに来た時はそれを理由に門前払いを食らったのよね。でも今回はその言い分を曲げて図書館の本を引き受けてくれた。感謝する。貴重な書物を運んできてくれて、こちらこそあなたたちに感謝すべきだと思うわ。あの時と今とでは事情が変わってしまったもの。外の町は、アイアンタウンは壊滅して、生き残ったのは私たちだけ。サンズの襲撃を受けた時、町の住人たちをここに避難させるべきかどうか迷った。もし誰か一人を受け入れたら、みんなを受け入れなければならない。でないと住人同士の殺し合いになる。迷ってるうちに攻撃が激化して、結局誰一人助けることもできず、全員を見殺しにしてしまった。あの時どうすればよかったのか、未だにその答えを見つけられずにいるの。もし全員を救うことができないとしたら、誰が何を根拠に救う人間を選ぶのか、難問ね。私も仲間に守ると誓った本の多くを見捨ててここへ来た。あのままあの場所で頑張っていても、全てを守り通すことなどできないと分かってた。もし彼らが現れてくれなかったら、いずれ私の命も図書館の本も全て消え去ってたはずよ。この場所を守れただけでも幸運だったと思うべきじゃないかしら。町の住人たちの命はその代償だったと分かってるつもりなんだけどね、なかなかそう割り切れない。失った命が多すぎるから。これからは私も仲間の一人だ。好きに使ってくれ。そう来なくっちゃね。貴重な書物を大量に入手したことで、アイアンベースのテクノロジーレベルが上昇し、ショップの売り物が大幅に更新されたようです。ぜひチェックしてみてくださいね。それからダヌンツィオがあなたと話したいみたい。ヘッドクォータールームへどうぞ。おはよう。あなたに新しい仕事をお願いするわ。実は
図書館から運び込まれた本の中に軍の極秘情報に関するファイルも何冊か混じっていたらしいの。発見したのはポエムなんだけどね。その情報を解析した結果、あとはポエムが説明するわ。東京反攻の直後、ユートキオ防衛軍はシェルブール計画と呼ばれる極秘作戦を実行していたようです。その切り札は特定のターゲットを電子的にマーキングして追尾し続ける超高感度トラッキングレーダー。その追尾データを解析して敵の武器庫の位置を特定し、そこを奇襲、強力な兵器群を奪取するという計画でした。彼らはその装置をシェルブールと名付け、ユートキオ各地の工房で部品の生産を開始しました。部品は出来上がったようですが、シェルブールが組み立てられたという記録は残っていません。完成した部品を組み立てる前にノアの軍団の反撃が始まって、ユートキオは壊滅したのでしょう。もし完成したその部品を入手できれば、それをアイアンベースのレーダーに組み込み、トラッキングレーダーに改造できます。ユートキオ防衛軍がやろうとしたことを私たちの手でやれるようになるかもしれません。出来上がった主要な部品は4つ。部品を作った4つの工房の位置を特定することができました。地図にその座標データを送っておきますね。部品を入れた特別なコンテナの位置を示し、そのコンテナの電子錠を解除するコードも一緒に送っておきます。4つの部品を見つけ出してきて、とにかくそのシェルブール計画ってのを試してみましょう。